耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 団欄大きなテーブルは家族団欄のシンボルだ行楽連休なので行楽に出かける人が多い 本場。北海道はカニの本場だ。愛席。小さな店では昼時は愛席になることもよくある。褒美。お手伝いをしたら。 何かご褒美をあげるよ遺産父の遺産で新しい家を建てた台無しせっかく美容院で言ってもらった髪が雨で台無しになってしまった 心構え監督は選手たちに試合にあたっての心構えを話した心地強盗にピストルを向けられた時は生きた心地もしなかった根気。 根気がいる意地そんな意地の悪いことばかりしないで人にはもっと親切にしなさい自覚新入社員の皆さん社会人としての自覚を持って働いてください 偏見女性が男性よりもか弱いというのは大きな偏見だ誘惑ダイエット中に甘いものはいけないと思いつつ誘惑には勝てなかった束<縛>恋愛は多かれ少なかれ 相手を束縛するものだろう。油断一瞬の油断が大きな事故につながることがある野心彼女は将来会社のトップになるという野心を持っている。 衝動時々大声で叫び出したい衝動に駆られる信念彼は政治的信念を貫いて当局に逮捕された配慮歩きながら 周りの人への配慮にかけた行為だゆとり引退してようやく生活にゆとりができた包容力結婚相手には包容力のある人を望む人が多い。 相応学生なんだから分相応の生活をしなさいな波両親は優秀なのに息子は波の成績だ<裁>家族内の問題が よその人に知られるなんて体裁が悪い背伸び身長を測るとき背伸びして3センチ高くした愚痴上司と合わないからといって愚痴ばかり言っていても仕方がない。 やじ選手がグラウンドに出ると敵の応援団からやじが飛んだ差し入れ差し入れを持って友人の野球チームの応援に行った「声援」。オリンピックで、 自国の選手に声援を送った首脳世界各国の首脳が集まって会談を行った介入家庭内のトラブルには警察は介入しないのが原則だ <Hey. S 1> A 国は兵を挙げて B 国に攻め込んだ干渉会社が社員の私生活にまで干渉するのは問題だ「侵害」。 著作権の侵害だ。警戒地震の後、住民は津波を警戒して高台に逃げた。危機パンダは絶滅の危機にある。 衝撃壁にぶつかった車は衝撃でひっくり返った情<報>政府は誘拐犯の要求に一歩も譲歩しなかった貢献。 世界平和に貢献した人や団体に対して贈られる。推進スクリューで船を推進する。整備練習後、次に備えてグラウンドを整備する。 歯止めここ数か月円高に歯止めがかからない成果この高得点は今までの努力の成果だ正義正義のために戦う。 社会の規律を守って生活するのが大人というものだ秩<序>震災後日本人は秩序を持って行動したと世界に報道された格<差>ここ数年。 賃金の格差が広がりつつあるようだ犠牲父は仕事のために家庭を犠牲にした反<乱>大雨で川が氾濫した。 見込み工事の終了まであと三週間ほどかかる見込みだ見通しまっすぐで見通しのいい道路は運転しやすい見積もり引っ越しをするので複数の業者に 見積もりを頼んだ流通地震のため物資の流通が滞った停滞地震で道路網が大きな被害を受け物資の輸送が停滞している 不審今 CD の売り上げが不振だそうだ廃止世界には死刑制度を廃止した国が多い繁栄ローマ帝国は 千年の繁栄を誇った成熟果物が成熟する飛躍我が社は世界に飛躍する企業を目指している 両立。家庭と仕事をうまく両立させている夫婦は多い統計,統計によれば日本の貯蓄率は世界的に見ても高いそうだ分散プリズムに光を当てると。 光が分散して虹ができる均衡<光>この国では現在は輸出と輸入の均衡が保たれている蓄積放射線そのものは体内に蓄積されないということだ。 のべこのダムの建設のために延べ20万人が動員された人材、我が社には有能な人材が集まっている公<衆>昔の軍人は 衆の面前では決して涙を見せなかった教養外交官には高い教養が求められる視点事故後の彼は視点が定まらずキョロキョロしていた。 観点二人はそれぞれの観点から意見を述べた「左右西を渡る時は左右に注意すること」「直面」今我が国は 大変な問題に直面している。把握。事故現場が混乱し、状況を把握するのに時間がかかった。描写。この作家は、情景の描写がうまい。 仕掛け。このおもちゃは簡単な仕掛けで動く仕組みラジオを分解してその仕組みを調べたコツ。魚をうまく焼くにはコツがいる。 技工芸品は職人の技の結集だ先指の先にトゲが刺さった先端この車は 時代の先端を行く装備を備えている家庭実験の過程を記録しておく起源文明の起源を探る 唯一。ここは国内で唯一の切手博物館だ恒例。毎年恒例の花火大会が明日行われる目<前>富士山を八合目まで登れば。 頂上はもう目前だ。間際電車が遅れて、試験開始の間際に会場に駆け込んだ。群れこの湖には、毎年渡り鳥の群れがやってくる。 正体それまで誠実そうに見えた彼女が突然詐欺師の正体を表した<罠>最近イノシシの害がひどいのであちこちに罠を仕掛けた<枠>窓の枠に虫が止まっている。 やを,を出す。影南側に高いビルが建ったせいでうちは影になって日当たりが悪くなった<影>カーテンに人の影が映っている。 影カーテンに人の影が映っている。辻褄嘘をついたら、話の辻褄が合わなくなり、結局嘘だとばれてしまった。差し支えお差し支えなかったら、 電話番号を教えていただけませんか。シワ寄せ不況のシワ寄せで、うちの会社が倒産しそうだ。何らかこの問題については、早急に何らかの対策を立てる必要がある。 メーメーチケットはメ名でお持ちください。